こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。さっさっさ。またトラック買っちゃったんですか。今回また新車2台行きましたね。新車2台。大きさは今、はい、うちにも2トンであるんですよ。はい。2トンのトラックと全く同じ大きさで、はい。で4トン半。4トン半。4500なんですけど、もともとは、はい、まあ前回買った2台は、はい、まあ、聞いた話によると普通トラック買っただけじゃなくてなんかカスタムしてるみたいな、まあちょこちょこカスタムしてる、なんかディーラーオプションみたいなのついてるみたいなこと聞いたんですけど、いやでもそれは前回とあんま変わんないです、はい、あ、本当ですか。ただ変わったところが、はい、あ、じゃあ紹介してもらいましょうか、はい、じゃあ紹介しましょうか、はい、はい、まずこれが僕の新車1号、2号、1号、あ、2台とも、これ2台も1号なんです。いやでももうここら辺全然普通ですよね。普通で、はい、じゃこの前から見たら分からんですよ。なんかここら辺になんかあるんですよ。はいはいはい、ありますね、なんか突起が、突起物、突起物ありますね、これ。それセンサー、センサー。僕のセンサーと思った。美女センサーだね、それ。これが多分、はい、車線とかカメラがあるんで、はい、カメラ走っとって、はい、車線をウインカー出さずにまたいじゃったりとかしたら、はい、ビビ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 、あ、教えてくれるんですか。ディリリディリリディリリディーンってなるんですよ。健在、健在。これね、はいはいはい、へー。でそれがなんか吸い取って、前回のやつは4500なんですけど、はい、4.5 トンなんですけど、今回のやつは 4.4 トンなんですよ。 4.4 トン、その分のその機械をつけとるもんで100キロぐらいが落ちちゃうんですけど。あ、そうなんですか。積載量自体100キロ落ちるけど、その分装備が豪華になってる。そうです、豪華になってる。はあ。なんかそれ以外は変わんないんですけど、まあ、ちょこちょこ変わってる部分ですかね、はい、ここら辺はまあ前回と一緒なんですけど、はいはいはい、これひらついてますね。傷つかないようにね。はい、これは何っす。前回はい、もうここ全部もうベターっと鉄板貼ってあったんですよ。貼ってましたね。ただやっぱ後ろ見えんじゃないですか。はい、でまあ2人でそのトラック1人では行かないんで、はい、でバックする時とかも誰か助手席のやつが降りて、まあ、後ろ見てオラオラってやったんですけど、はい、まあ、これがあることってやっぱ後ろに見えるじゃないですか。見えますね。これ今回これつけよっかって。網が張ったのは、あの資材がガラス割らないようにってことです。そうそうです。これもこれはちなみに何入れるんですか。これもいろいろ、もうみんなもう人それぞれですね。なんかインパクト入れたりとか、はい、安全帯入れたりとか、はい、まあ、ゴム旅カッパ入れたりとか、はい、あ、こういうところに収納していくわけですか。まあ、収納していくんですよ。そしたらトラックの中に入れんでもいいじゃないですか。そうですね。あの長靴とか臭いですもんね。濡れちゃうとかさ、はい、で汚れちゃうんですよ、やっぱ安全帯とかさ、はい、ゴム旅とか入れると。でもこれが両サイド、両サイド、はい、だから運転席の人と助手席の人みたいな。はい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 、本当に、まあ、いやいやいや、分からん。使い方としたらね、人それぞれ。で僕は多分そうやってやるから、はいはいはい、運転席はもう右で、もう助手席のやつらもうこっち入れろよっつって、はい、僕中に入れたくないんですよ。はいはいはい、本当になんかそれ汚れるのが嫌で。めちゃくちゃ大事でしょ、そのね。そう、僕大事でしょ。積み込み一つにしても怒るし。で僕ね、僕が何、まあいなくなって、はい、そうね、はい、営業に行ってね、はい、使い物ならんくなって足場に帰ってきたら、はい、僕が乗ってたトラックがぐちゃぐちゃだったんです、はい、で、誰が乗っとったんやってなったんですか。やっぱ慣れた、マジか。やっぱ家でなんか汚いのは自分がなんか専用に、それだもんで、なんか専用に今トラックを一人一台、お前これ1台、これ1台、その代わりお前らちゃんと絶対綺麗にしてるよって、はい、汚かったら怒るぞっていうので一人1台にさしとんすよ。はぁ、儲かってまんな社長。ここもちなみにオプションっすか。これ黒光大先生ですね。黒光大先生って未知のと一緒だね。じゃあ黒光大先生です。はいはいはい。やっぱ足場材乗せると、まあコマとかが当たるもんで傷つくんですよね。はいはいはい。通常だったら木材なんですか。大丈夫、もう木でやってるんです。木で、まあ、木貼ってあるんですけど、はい、やっぱ材料とか、まあ、直置きする時もあるんで、はい、やっぱり、まあ、後ろの手すりのラックなんか直置きしちゃうんで、はい、そうすると木玉って荷重かかるんですよね。もうこの鉄板はもう絶対いると思うんですよ。まあ、もともと僕らもその木のね、はい、床でやっとったんですけど、はい、もうすぐダメになるんですよね。すぐ張り替えてはとかだとかなもんで、はい、まあ、ちょっとお金出しても絶対鉄板にした方がいいっすね。これは何入れるんですか。これはもうちっちゃいやつですね。材料でも壁つなぎとかクランプとか手すりとかクランプとか。前のトラックなかったですもんね、昔は。前のトラックないです。なんでもうここに乗せるんですけど、開けた時にガシャ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 って降りてくるじゃないですか。そうするとガシャ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 どう出てなる、出てなる。ちょっとね、助手席目線ですね。これ助手席ですね。はい、助手席目線です。でよくね、彼氏がこうやってね、はい、運転しとって、で、はい、隣に彼女がこうやって、はい、
今日はどこの仕事行くの？今日はな、意見ばらしに行くか。そうだね、今日ギアとかある？ねえ、こういう話がね、できたらないないない、ない彼女が現場とか出んからあ、ないない、彼女とギアとか話したくないよねカップルで現場とか回ってないから。ここは装備は何か変わったんですか？内装は内装は変わってないです。まあ上、もう全部 LED になったぐらいじゃないですか。なんか中は電球が LED になって。これなんかさっきスイッチあったんですけど、これ何なんですか？ああ、そうや、スイッチで照明した感じで。これあの、坂道発進とかあるじゃないですか。はい、ミッションなんで。はい、これ、あれすると、これがついてると坂道、あの、下がらないんですよ。本当にこの人なんですか？ロックかかるんで。あ、そうなんですか。はい、なんでやってみます。一回やってみましょう。ちょっと、向こう行きますね。はい、いやじゃん。いや、今ブレーキ踏んでますよね。はい、ああ、差が出てますね。で、ここのこれ、はい、これあるじゃない。はい、これ、ここにボタンがあるんですよ。はい、ここにこの、なんか矢印みたいな絵が書いてあるところ。はいはいはい、ここで一緒の、うん、ここで一緒のやつで、はい、これをオンにすると緑色のランプがつくんですよ。つきました。こうやって、はい、で、そうすると見てください。ちょっと待ってくださいね。これ敷地内でも敷いてくれ、敷地内。はい、で、坂道発進で難しいじゃないですか。はい、これで坂道発進で下がらない。すごっ、めっちゃいいっすね。はい、これ荷物積んどっても全然下がらないですか？で、僕レベルだと、ちょっと待って待って僕レベルだと、オンにしてやると思ってた、走ってもこからちなみに、はい、総額いくらぐらいなんですか？1000万ぐらいじゃないですか？1000万ぐらい僕もちょっと詳しく具体的なことがある。ちょっと待って、自分で買っといていや自分で買っといて。だってお金のことはもう全部あとジムじゃないですか自分で買っといて。ちょっと僕が買ったわけじゃないからね。いや、そうだけど会社で言っとって、なんか寺道君トラック2台注文しとったみたいな。そう、それは注文しますよ。はい、だけど別に詳しいお金のことは知らないです。まあ1000万ぐらい、1000万ぐらいだと思うんです。でもここからまた、まあ、最初に言ったら500万みたいな感じで喋ってたんで。はい、最初かっこいい、トラック野郎菅原文太、菅原文太、菅原文太とか相川金也と菅原文太ね。相川金也から行こう。あのちょっとね、キンキンでしょそれって。一応そう、キン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 だろ。グッズ脱いとるからグッズ脱いとるから相川金也。これ今なんか菅原文太でしょ。はい、次相川金也ね。相川金也、キンキン行く。キンキン、違いがないね。あんやねちょうど今日来たんですよね。はい、本当にちょうど今日 10時に2台来まして、はい、まあ新車だってことでね、まあ YouTube の班長が撮りたいと、はい、ということでちょっとまあね、僕の仕事中にちょっと来られたんで、はい、まあちょっとそれに付き合って付き合って、ルンルンやってめちゃくちゃまた資材置き場今ちょっと作ってますんで。そうですよね、資材置き場もでっかいで高いとこ買って。そうですね、トラックも2台買って できるまで出さんといてって言ったんですけどね、今日の朝間違えて出しとったけどね。チラッとね、チラ見せ、チラ見せ、寺西さんチラ見せしとったんですけど、ただ見れた人レアかもしれない。レア、盗まないでね。なんでまあちょっと作ってるんで今ね、で、はい、今日もね、足場で資材置き場ちょっと解体してはい、まあちょっと新しい土場になったらね、また新しい土場でもいろいろたくさん土場の中で動画撮っていけたらと思いますんで。そうですね、実験とかやりたいですね。はい、はい、ぜひチャンネル登録とね、はい、まあいいねを、はい、はい、また見てね。じゃあまた見てね。はーい、はい、ちょっとおまけ映像用であれですね、はい、何でしたっけ、何がついてるんでしたっけ、なんかすごい機能が、なんかでもなんか衝突軽減するかなんかつってたんですよ。はい、軽減、軽減か、止まるやつですよ、最近の。止まるやつか、最近の自動ブレーキシステムかなんか、はいはいはい、ちょっと僕実験したいなと思って。あ、全然いいっすよ、一回すぐ立ててください。新車っすもんね、でもよっぽど大丈夫っすよね。大丈夫です、大丈夫、多分大丈夫だと思うんですよ。普通に効くっすか？え、普通に効くっすよ、多分全然効くと思うっすよ。じゃあ持ってくださいよ。はい、あ、これがセンサー。あ、じゃあこの前の方がいいっすね。この前の方がいい、もうちょっと了解です。すごいな、この車。いいっすよ。怖い、さすがに怖いっすね。あの、クリープ現象でこう、クリープ現象使ってこう。
使っとんね、普通に普通にぶつかっとるけど全然衝突するけど、あ、すいませんセンサー消しとった、遭遇何いや、今つけたんで、ちょっともう一回ほんとにほんとに、はいもう、怖っ、あの人いいっすよ、はいぶつかるね、普通に普通にぶつかるね、普通にぶつかるねなんでこれ違うんじゃないですか、衝突じゃないんじゃないですか、あ、違うんですかね、もう勝手に作った時かな、僕が危ない、この人、本当あれ危ないわはいパンケーキ食べたいですね、パンケーキ食べたいですね、もう病院行きたい、病院行きたい一応これ、あの、事故ですからね、これもこれで軽い事故、2回やってますからね2回、2回でございますね、はい